下から切り上げる、上から叩く、次はオノモードに変更、シャーバラバラにしてやるぜ。ちょっと見てみこれ、このメカメカしい感じ、ものすごい脚力でズヤーンっていきそう。ちょっと斜めよね、嫌な感じやなこういうのな。ウェイスチーム特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。前回ここまで作りました。今回はこれの続き、後編ということで完成まで持っていきます。このパウチズマジックサークルというちょいダサの名前の魔法陣カードを使って、このホッパー1とスチームライナーの要素を取り込んだ武器を裏錬成していくという今回の企画。前編まだの方ぜひ見てきて、そして初見さんチャンネル登録ぜひ、ありがとう。明日はガッチャード放送開始。でもその前に武器を一つ錬成します。今回の見どころは LED とバッタ。さて前回の動画でね、僕最後にすっかり忘れてて、一応テロップは入れたんだけど、ホッパー1要素が一つも入ってないんですよ。だから今日はこれを中心にね、このでかい武器に落とし込んでいけたらなと思います。でバッタ要素としてでっかい虫のクワゴンちゃん、これを使うかもよみたいなことを言ってました。でもねクワゴンちゃんやっぱ可愛いのよこれ、だからこのまま置いときたいなっていうので、でもねこの足の部分のパーツは使いたいわけですよ。なので前もって足4本分お湯丸で肩取ってレジンで複製してます。よし、まず今日はこれを抜いていきましょう。気持ちいい瞬間ですからね。あ、ちょっとレジン薄かったか。あー若干失敗してるっぽい。でもまあ8割9割大丈夫かな。こんな感じ、綺麗にモールド出たね。じゃあ他も開けていきましょう。はい、こんな感じで4本うまくいきました。どこにバッタつけようかね。この辺をバッタにしようかなと思いました。っていうのはね、この端っこはもう完全にスチームライナー要素、この辺の管はやっぱり見せたい、これかっこいいからね。でこの辺も同様ですよ。っていうかもうこのスチームブレードの要素はできるだけ隠したくないって、僕がもう好きすぎるあまりですけど、だからまあそうやって消去法で考えていくと大体この辺かなっていうね。まああと持った時に結構前の方にバッタちゃんがいる方がなんか存在感出るかなっていうのもありますし、この辺を潰していこうと思うんですけど、バッタをねこういう風にして横から見た時にバッタとして認識するか、もしくはこういう風につけて上から見た時に認識するかなんですけど、まあ剣っていうのは大体こうやって持ちますから、こうした時にバッタとして見える方がいいなと思ったので、まあ、こんなニュアンスで作っていこうかなと思います。でもこれは使わないよ、この子はイメージ膨らませ要因です。まあバッタの足はこれを基本にねやるとして、バッタの体どうしようかなと思ったんですけど、あのね前回の動画のコメントで、こっち反対に持ったらこっち斧として使えそうですねっていうのが来たんですよ。斧あんね、それすごくいいなと思って、でもちょっとそこから考えを発展させて、ここが斧じゃなくてこっちに斧つけようかなと思いました。はい、これも僕の大好きな時間ザックス、これを使って斧要素を作っていこうと思うので、斧要素ってなんか斧要素みたいな斧要素みんな知らんか。まあそういうおばちゃまがいてめちゃくちゃ前に出たがる人っていうかねごめんディスになる。よし、じゃあまずこれ分解します。もういつも通りささっといきます。これで外れるかな。よっしゃー。で今回は音声ギミックはもうなしにします。いや必要なパーツだけ外しましょうかね。よーし取れた。ひっくり返すとボロボロ落ちていく。弓パーツも簡単に取れた。スイッチも取って、電池ボックスも、また新鮮な電池ボックスが取れました。新鮮っていうかジオンも何年も前やから熟成か、熟成や。でここからねこの刃の部分だけ取りたいんですよ。この辺から切っていきましょうかね。ついこの間またニッパーを研いだのでね、切れ味アップしてますよ。スパスパ切れますって言ってて結局手で折るやつ。お、切れた切れた、やった、綺麗にいった。こっちもいけないか、こうやって何回もこうやって切れるのをね、よし、破断って言います。意外と厚みがあってニッパーが届かないので、ちょっとここはアンダーコーティング、アンダーコーティング、待て待てグーってやってる時にこっちを見てないからな、行ってまうねんな、行ってまうねんな。ハンダコテ使ってる時に行ってまうっていうワードあんま聞かへんやろ、もう何言ってんねんって話よな。ギーツの最終回見た？みんな。いい終わりやったね。なんか感動したよ。今までにない感じの終わりやった。神様になるっていうのもね、あ、神様になったライダーはいっぱいいるけど、その中でもやっぱ違う感じしたよね。で結局ジンじゃないね、最後はギーツっていうのはね。デザイアカードっていうのはエマだったんだね、あれはね。いや、今まで気づかんかった、全然。でも、必殺技の時のビクトリーっていう声の、ビクトリーの鳥居は、神社の鳥居じゃないかって僕だいぶ初期に言ってたんですけど、それ繋がったね。なんか俺の読みは意外と当たってたんじゃねって思って最後にほわってなってね。うん、いや楽しかったな。ほんと僕はギーツに救われましたからね。京都に帰った時に伏見稲荷にもね、あのちゃんとお礼参りしに行きましたし、いややっぱりねギーツはもう特別な作品になりましたね、僕の中では。皆さんにとってもそうですか？ギーツね素晴らしかったね、面白かった、本当に。でまあガッチャードもね、精一杯楽しんでいきたいと思うというところで取れました。これもはめ込んで、ここをグルーガンで止めましょう。
はい、これ置いとけば固まってくれるでしょう、きっとね。で、これをね、ここにこうつけようかなと思って、このニュアンスがいいんじゃないかな。ちょっと線路の延長感もあっていいですね。これでくっつけたいんだけど、これはマジでどういう風にくっつけたらいいんやろ。ちょっと待って、や、散らかりすぎ。これ机が狭いんか武器がでかいんか、どっちやこれ。金持ちの家の食卓やないやからな。いや、今までこの机で数々のものを作ってきたから、机がちっちゃいってことはないと思う。これ適正サイズやと思う。ここがなんかこうスポッと入るんだけど、ここにはめちゃうと斧感、いや、いいか、これでいいか。これこっから入るかな、ちょっとわからんけど、こう斜めにね、ビス打ちできるかなと思って、またビスの通り道をハンダゴティングエッ入ったかな。グイッとこう、なんかこう、こんな感じになっちゃうな。これ良くないな。もっとこう行きたいねんな。何かで引っ張ってないと SL に寄ってっちゃう。線路と弓パーツのくぼみをビスに引っ掛けて止める作戦。ビスを打って、お、行った行った。 NH の線路が止めてくれた。これでいいか。頑丈に止まってる。あー、方向が嫌な感じ。ちょっと斜めよね。嫌な感じやな、こういうのな。こっちもう一本打つか。ビスの通り道、どこに刺せばいいんやろ。この辺にこう行ってみようか。いい、行ってくれ。行った？どう？角度どう？あ、いい感じです。よっしゃー。ほらほら、いいでしょ。割といい、割といい、いいぞ。このアイデアありがとう。4年ぐらい前からやり取りがあった 3D プリンターガチ勢の特撮技術研究所さんにやっと会えた。 3D プリンターで僕のメダル作ってきてくれて、オーズドライバーにちゃんと入んねん。嬉しい、ありがとう。よし、じゃあ斧要素も足せたので、今度ね、この残り時間ザックスの残った分、これをバッタの体にできないかなと思ってたんですよ。バッタの体っぽい形に加工する。ニッパーもね、研ぐとね、本当に切れ味復活しますよ。ダイヤモンドシャープナーっていう、こういうの売ってるんですよ。これで僕は研いでます。ちょっと水つけてね。普段僕の改造を見てくださってる方はご存知だと思うんですけど、道具は結構めちゃくちゃな使い方をしてるんですよ。でもそれなりにメンテナンスはしてます、それなりにね。どう、この逃げ腰。パウチ全然メンテナンスできてないぞって言われた時の保険。めちゃくちゃダサいな。はい、よし、ここのパーツが隠れちゃうんだけど、まあこれは致し方ないということで、これでいいんじゃないかな。いや、でも三角すぎるかな。いや、やっぱここ切ろう。仮面のこの半円を切ろう。いやー、これまた時間かかるわ。長いわ。こんな感じ。あ、いいかも。ここに穴が一個開いてるので都合よく。ビス止め。まあこんな感じでとりあえずつけといて、足要素。あー、こんな、いい、あ、いいね、いいね。足4本作ったけど、正面だけっていうか、こっち面だけでいいかもな。改造リクエスト専用フォーム、コミュニティ欄に作りました。集計取ってるから、ここに書いてね。よろしくー。じゃあちっちゃい足はこれでくっつけるとして、次大きい足なんですけど、これ核レンジャーかなんかですか。これこれはハリケンジャーに出てくるゴーライジャーが使うイカズチマル。笑う戦隊ホットレンジャー京介くんに聞いたら一発やった。ハリケンジャーのゴーライジャーのイカズチマル、一つの武器に三つも名前入ってんの、きつい。京介くん助かった、ありがとう。レンジャー、だいぶ前に中古屋で見つけて、すっごい面白いなと思って買ったんですよ。でもね、これもやっぱりもう完成されてるデザインやから、なかなか使いどころがなくて、ずっと眠ってたんですよね。でいよいよこれの使い道が見つかりました。これをね、バッタの後ろ足、バーンって一番脚力強いやつ、この部分ね、これにしようと思います。で、どういう風に取れるかわからないけど、分解します。しゃあ、バラバラにしてやるぜい。お、取れた取れた。あ、こういう風になってんのね。これも面白いよな、本当によく考えるよね、こういうの。開発の人すげえなと思うわ。こんな感じか。あれ、なんか使うパーツ間違ってる。俺違うな、これじゃないな。どれ、これか。あ、こう、じゃあこう、だからこれが違うんや。え、どれにしたらいいの、これ。こうだ、あ、こうだこうだ、これでいいんです。一本はこのまま刺して、もう一本は横につけるために長さを見て、ハンダコーティングで弱らせます。手でちぎった。こうで、ほら足太くなった。よーし、いいね、いいね。一気にビスで、しゃあ、じゃーん。まあこれだけでは分からへんな。じゃーんじゃないな。小さい足はくっつけました。あとはこの太足の先やね。これ、このレジンって使えへんのかな。うわー、なんか、うわー、いいかも。あー、すげー、虫の足や。あとはゾイドワイルドのパーツを少し貼って、なんかもうちょっと足っぽくしたいんですよね。ちょっと気持ち悪いか。あ、こういうのいいやんか。こういうの、こういうの。こういうのさ、ここにさ、もうこう貼るだけでさ、なんか跳躍力ビュンと出る感じならへんか。そんな簡単なもんじゃなかったな。もうちょっといけるかなと思ったけど。いや、絶対ね、パーツ選べばね、いけるは。これ、これ、これいいでしょ。なんかに使ってたやつや。ホロビさんのでっかい剣に使ってたやつかな。あ、
いいかも。ちなみに滅びさんの剣はこんな感じでした。サソリの尻尾モチーフもう壊しちゃったけどね。パーツを選んで足に貼り付けましてこんな感じ。ちょっと見てみこれ、このメカメカしい感じ。ものすごい脚力でズラーンっていきそうじゃない。おお足や。バッタこれほんまに片面だけで十分やな。要素伝わるな。壊れた充電ケーブルを切って顔の先に穴を開ける。ケーブルを突っ込んでバッタの触覚出来上がり。大体の形はこんな感じでできましたので、見えてるかな、みんなにこれ届いてんのちゃんと。これ全体像大丈夫、わかるかな、わかるか。塗装物いこう。大丈夫かな。メタルイエローグリーンで色を統一して一気にバッタっぽくしていきます。もう下地も何にもなし、そのままいってます。この色めちゃくちゃ優秀で、ダブルのサイクロンの色にもおすすめです。僕の大好きな色の一つですね。メタルパープルで線路の真ん中、紫の印象にします。この辺の赤いパーツも全部紫に。スチームブレード味を前面に出すんであれば、これ確実にメタリックレッドなんですけど、今回はそこまで出すぎない方がいいかなと思ったので、スチームブレード感を消してます。パーツとして生きてもらうことにしました。あとまあいろいろ塗ったんですけど、とにかくでかくてカメラに収まりきらないので、まあいろいろ塗りましたっていうことだけお伝えして、塗装終わったやつがこちら。じゃーん、こんな感じ。一晩経って翌日になりました。9月1日、暑い夏休みが終わりましたけど、まだまだ暑いね。でしっかり見ていただくと、スチームライナー要素として黒と紫、ホッパーワン要素としてまあ緑色、メタリックグリーンですね。赤い目、これゾイドワイルドのキャップですね、これをつけました。で今このバッタを見て違和感を覚えたそこのあなた、もしかしたら昆虫博士かもしれない。これね、僕バッタの画像を改めて見てびっくりしたんですけど、この真ん中の足、これね反対向いてるんですよ。だからクワゴンちゃんの足4本肩取ったでしょ。で1、2、ここ3ね、あともう1本4、これ余ってるんですよ。これがなんとなんと奇跡のっていうか当たり前なんだけど反対向きなんですね。だからこれも今メタリックグリーンで塗ってきて、これを今から交換します。いやこれ気づいてよかったよ。まあこれグルーガンでつけてるだけなんで、メリメリと普通に剥がします。こっちやねんて、向きとしてはグルーガンでちょちょいと付け替え。あー確かになんかこっちの方がバッタっぽいイメージきたかも。ダーン、ほらさっきのと比べるとやっぱ違和感あったね。こっちやわ、これがバッタなんやわ。なるほどな、一つ賢くなった。でまあいろいろ細かいとこ見ていただくと、この辺の赤いパーツも全部紫になってます。管の色も少し変えました。紫、黒、オレンジ、緑っていう武器なので、この管の色合いも揃えました。いよいよ最後の工程 LED。 じゃあこっからテープ LED 1.5m、 これ Amazon で1500円ぐらいでしたけど、これをつけていきます。この線路の下に合わそうかなと。線路の下、これでもテープがこっち側やから、本当は線路の上の方がいいんよな。もうそうすると線路感消えるしな。これどうしようかな、マジで難しい。ここにこう通して、ここ止めちゃえばいいね、きっと。これでとりあえず端っこはもう止まってるから、あとは要所要所で止めていけばね、多分いけると思う。グルーガンではつかなかったので結束バンドを使いました。でスチームは結局ここにつけました。スイッチオンでしばらく待ちます。これ動きます、こうね。うえぇー、スチーム、やったでもこれ恐竜の時すごい勢いやったけど結構しょぼいね。まあまあまあ、スチーム出ましたね。さあ暗くて広いところに行きましょう。まずはスイッチオン。勝った。剣モードで正面から、下から切り上げる、上から叩く。次は斧モードに変更。車輪を回して出力アップ、振り下ろせ。錬成の要、魔法陣カードはここにつけました。ガッチャード武器の裏錬成第1弾いかがでしたか。最後まで見てくれてありがとう。ワンネスワンネス。